待遇改善を求めて立ち上がったアリスたちの勢いは凄まじく、疑心暗鬼ですらたじろむほどだった。かつて何されたのを感じます。ですが、言うことを聞かないなら聞かせるまで。みんなでハッピー農場アイスクリーム。唐突に放たれた光線が霊たちを撃ち抜く。大丈夫？そばにいた霊を助け起こした茨姫はその腕に痛みを感じた。見れば霊の体から異常なほどの熱が発生している。あ、暴走しちゃったかも。人形たちののんきなつぶやきが島に響いた。失敗失敗、逃げてろ。貴様たちはいつもこうだ。死にたくない、死にたくない、死にたくないから、殺す。どうやら月の時によって殺し合いの記憶を呼び覚ましたかみたいです。みんなで育てた田んぼがなくなってもいいのか。田んぼ。これは元に戻せませんね。霊たちとの激しい戦いにより田んぼのほとんどが荒れ果て、せっかく整えた生活インフラも崩壊した。今まで築いてきた全てが一瞬で無となったのだ。その光景を見て人形たちは高らかに笑う。これでまた田んぼを作り直せます。アリスは無言で海岸へと向かった。それにピノキオとイバラ姫も追従する。三人は何一つ会話を交わさぬまま流れ着いた木材を集め、イカダを作り、あ、ほら、逃げるな、働け。経営についてアラジンに学べ。人形たちを置き去りにして新天地を求めて旅立った。一緒にお金を